ようございます。すいません。遅くなりました。おはよう。ゆきかぜさん、キャンシーさん、つぼゆうすけさん、天使のぬぐさん、としひろさん、ノットシャルル・ルクレールさん、きょうへいさん、坪井祐介さん、石剣マシンさん、ありがとう。おはよう。おはようございます。キョンシーさん、ダダダダムさん、ありがとう。おはよう。ちょうど課題終わったので、お久しぶりの早です。え、起きてたんですか、ずっと。ちゃんたくさん、ありがとう。台風進路定まる、あら、はや、今日はアフの誕生日だね。ね、もうお祝いしました。昨日のパンケーキ美味しかったですか。喉が鳴っています。お腹が鳴った。はよ、大地さん、ありがとう。ケーキいいな。壁と、あ、壁があるから後ろに。はよ、ペイチさん、アマズさん、マモルンさん、ありがとう。切ない表情、嘘、切ない表情してました。セリアさん、アモズさん、マモルンさん、スランプくんさん、ありがとう。最大に風邪ひきました。盛大だ。つらい。カップラーメン食べたい道は、マジもうき、おととい、もうすんごいカップラーメンが食べたくて、あの赤いやつが食べたくて、
でも我慢した。白玉ですさん、ありがとう。海賊たっくんさん、ありがとう。赤の花、普通のやつ。カップヌードル、うん、赤と黄色と青とかがあるやつの、もう一番普通のやつ。が食べたかった。緑だっけあれ。木じゃないよ、シーフードでしょ。スケーモンさん、キョンシーさん、ありがとう。アフリのカップラン、アフリ、はよ。あら、半袖短パンで寝てたら寒くて目が覚めた。でももう長袖長ズボン、昨日ワンピースの形のパジャマ着てて、朝起きてすんごく寒かったんですよ。足とかもう凍えてたから、私も長くした。長ズボンだと寝れないもん。なんで、ある感じが嫌なの、足のとこに。まあでもちょっとわかる。私は全然大丈夫だけど。おもむろにマッサージ始めてた。はいよ。はいよ。靴下は履いて寝れない。あ、寝れないわけでもない。その寝ようと思えばじゃなくて、何て言ったらいいんだろう、別につけたまま寝ることもできるけど、靴下はね、なるべく履きたくないな、寝るとき。確かにそれと一緒やな。大崎上島のカズさん、ありがとう。日といえばマッサージ配信。本当？いや、映ってない。この時にさ、なんか有効活用できるなって思って、どうせ座ってることしかほぼできない、ほぼしてないから。キルスさん、ありがとう。ね、腹巻き好き。未知のヒートテック的な存在になりたい。なんかちょっとアバウトなんよ。
的なって腹筋しながらショールーム見ようとしてた時期あるけどコメントできなくて、確かに諦めた。母さんじゃない、お父さん。休み、おはよう。見に来てありがとう。ちょっとソックス届いてない。スリムウォークになりたい。お、スリムウォークって着圧よね。え、ヒートテックって肌が乾燥するの？知らなかった。なんか口が乾燥してた。いつも夜塗りたくて寝てます。これ雪風さんありがとう。はよ、にゅりにゅり、効果音独特すぎ。ももさんありがとう。口かわいい、ほんと。モアリップがおすすめ。あー、よく言いますよね。でもね、モアリップをするほどね乾燥してないんよな私。なんかベトベトになるじゃん多分。ネッチュネッチュみたいな。うん、0時3分に LINE した。うん、リビアのあるベトベト系やった。やっぱリビニアさん、ジョニー、平田ヒョンさん、ありがとう。ありがとうございます。身をもって体験してくれて言うためやんのじゃない。足かいてないよ。はよ、カサカサなのでちょうどよかった。そうなの。昨日のオレンジメイカレー最強だった。え、嬉しい。リブニアさんありがとう。細くなれ、細くなれ。長ズボン入っとるけんさ、上ができん。下しか。私、俺、僕、拙者、我が輩。ほら、布越しはダメなのか。うーん、多分あんま意味ないと思う。てかあれだよ、これがクリームが出てくるから布越し
まあ出なくすることもできるんだけどね。止めることもできるけど、これ結構さ、インスタグラマーさんとかさ、広告になったり告知してたりとかさするからさ、なんか告知してあるものってさ、これ本当にいいのかなみたいななるけどさ、そういうのって結構いいんですよね。なんか逆に告知のせいで悪く思うというか半信半疑になることあると思うけど、そうそうそう、広告つけてる商品でも石剣マシンさん、ゆういちろうさん、ありがとう。顔用もあるよ。ずっと足こすってなかった。そう、コロコロしてる。おはよう。また寝てきます。てらったい。みちが告知してたら秒で買っちゃう癖の明日。自分はね、いいものしか言わんから。おはよう。でもダイエットしてた時はなんか全部一気にやりすぎて、全部一気に食事変えたりとか、筋トレ、ストレッチ、マッサージみたいな、全部半身浴とか全部一緒にやっとったけん、結局何が良かったんか分からんけど、多分全部が良かったんだと思うけど。行ってきます。行ってらっしゃい。頑張れ。行ってきます。行ってらっしゃい。そうそうそう、から1週間断食するつもりなので、カップ麺を我慢した道に負けないよう我慢頑張る。1週間あ、断食じゃないや、断食だ。断食っていいの？それって生きていけるの？酵素ドリンクとか野菜ジュースって、ああ、それを飲むんならまだ。まだ。はいよ。気をつけて、頑張って。はいよ。
構おいしい。今日は健康診断憂鬱です。大丈夫、なん大丈夫ですよ。何にも何にも見つからないよ。実際会いたい。おお、働く人になってきます。いってらっしゃい。ファイト。でも好きなんよね。本当に好き。あんな美味しい食べ物ね。食べたくなってきた。いや我慢。お菓子は食べちゃダメだ。食べちゃダメだ。食べちゃダメだ。なんか YouTube で ASMR でじゃがりこをいっぱい食べてる方がいて、うわいいなってなった。ごま油味おいしいらしいね。塩とごま油みたいなやつ。それめっちゃ聞いたことある。遅くなったかな。待ってますように。最高、美味しいよね。カロリーの計算はね、めんどくさいよね。ゆうちろうさんありがとう。 iPhone12 来週発表ですって。本当？あたいの携帯もう本当にもう寿命というかもう大変なんですよ。本当？早く早く。本当に待ちくたびれた。それ発表されてから2週間後ぐらいに発売だっけ。どう？何年使ったの？え？でも3年多分2017年の11月とかな気がするから、2017から18、18から19、19から20の3年ぐらい。画質上がるかな。いや絶対上がると思う。うちのだって携帯画質悪い。悪くもないけど。
今月中に発表されるんじゃないかな。うわ、生きる上での楽しみが。なんか心がワクワクする。さあ、見た目とかのリーク出てるの？まあいっぱいあるよね、多分いっぱいあるし、いろんそのいっぱいもあれだよね、いろんな種類があるよね。どれが本当かわからない。オレンジ系の新色もあるかも。だって顔良さそう。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位スーさんさん、12位カピフィーさん、11位マサジさん、10位ソウさん、9位ノットシャルルルノットシャルルルクレールさん、8位ギルスさん、7位ダナナダムノさん、6位アモズさん、5位セリアさん、4位キョンシーさん、3位モモルンさん、モミジマッチ、2位イシケンマシンさん、そして1位はトゥルルルンジャン、坪井ゆうすけさん。ありがとうございます。ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22はドゥルルルンシャン、コモチンさん。 Thank you ラッキーボーイ、ありがとうございます。それでは今日も一日、お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリオー。それではまたねー。おー、バイバーイ、てらっしゃ。